こんにちは。メジャーニュースの藤岡あかねです。明日9月23日土曜日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。明日は西日本中心に日差しが届きます。日中は紫外線対策をしっかりと行いましょう。また雨の降るところも多いです。まず沖縄、こちらではざっと雨の降るタイミングがありそうです。そして東京の方でも朝はざっと雨が降ります。また沿岸部では風も強く横殴りの雨に注意です。雨雲が去った後も弱い雨が降る可能性というのがありそうですのでお気をつけください。また北日本のエリアでもにわか雨に注意。そして北海道にも雨アイコンがついています。明日は午後に道央や道南の方でざっと雨が降るタイミングがありそうです。また雷を伴って強く降る可能性もありますのでお気をつけください。そして最後に体感ですが、明日は過ごしやすい体感となるところが多いです。ただ西日本のエリアでは今日よりも気温が上がるところが多くなりますので体調管理にも気をつけください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。それでは今日も一日お疲れ様でした。